こんにちは、キザです。今回はですね、こちらです。素で、全です。234-1-234で、爆勝ちします。どうでしょう、この解明。なかなか無難な解明ではないでしょうか。6通りです。72倍分でプラス収支です。ドデカマンションにも十分期待できるのではないでしょうか。本日、最終日です。さあ、では全です。どうぞご覧くださいませ。さあ、今宵も寝る前の楽しみがやってまいりました。ツッキーレース。最終日。出ますでしょ、これは出ますでしょ、234-1-234一発で、一発でプラッシュしていただきたい。はい、来る、はい、これ、はい、来た認知よ、認知さん高い。これは高い。30倍台、50倍台か。でも1号艇、1号艇だ。めちゃくちゃ人気のところだ、これ。123124 123124、人気すぎる。3.7倍、4.7倍。第2レース書いてあります。なるほどですね。これはどれが来ても満州には届かないか。ということは来る可能性が大いにあるということ。2号艇まくっていって、あ、来た、これ314。あ、1号艇2着残し。これ高いな。これ満州だ。3443満州だ。5号艇からでも満州だ。5号艇2着でも満州だ。3464。第3レースが始まります。来ますから、これは来ますから、この買い方は来ますから。3141満州。31になってくれないかな。もう満州出ちゃってほしいな。まくりっ出してきた、まくりっ出してきた。日さん 20.1 倍、日さん、日さんでお願いします。2番ター3号艇角山が打ち、東東から1号艇木村博士が続く。4番ター5号艇木村亮太、スタートは正常です。入った。日さん 20.1 倍、72倍超えでプラッシュしです。その中第3レースで 20.1 倍が当たりか当たらないか、そんなところ。1マーク2番手内側から3号艇角山さん決まった。握ってくる1号艇木村博士は3番手か。2番手内側からこらえようと3号艇角山、わずかに前なんですが、外からほとんど下がらない。だってこれ高いよ、23値高いよ、 89.3 倍。これから2マークです。トップは2号艇鶴本隆文、来ますでしょ、これは。こんなのはもう絶対来ますでしょ。さあ決まっていく。ここでも1号艇木村博士握るか切り込んでくるか、ちょっとヘッサー剣は浮きました。だってこれ23値高いじゃん。3番手2番ター3号艇角山上がって、なんでな。上位は5番6番。第4レースが始まります。必ずどこかでその時は待っています。41は高い、41は素晴らしく高い。爆勝ちコース、300倍台200倍台4号艇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 
内側から4号艇佐藤、外は2号艇倉島、3号艇長島、このうち6号艇横田、5号艇山崎も接近、スタートは正常です。2マーク2番手握っていった4号艇佐藤、内をつく5号艇山崎流れ、皆様には夢ってありますか？号艇横田、2号艇ボートレースで勝って、3番手以降は4艇ボートレースで勝ったお金で何がしたいですか？1マークは1号艇深澤、僕は植毛手術がしたい。髪の毛を増やすことが僕の夢です。大グリーズが始まります。そろそろ1本、そろそろとりあえず1本、とりあえずの1本をいただきたいところ。4インチはものすごく高い。マッシュ5号艇役員で攻めてこないで、5号艇6号艇カーンの時点でアウトなんでね。サボでまくり出した最初に逃げる1号艇江本慎二が先頭、2番手2号艇宮村があって、3番手は相当から3号艇若吉、内側から5号艇最終日高畑、あるいは4号艇太郎、スタートは正常です。2マーク1号艇逃げ続かないで、ちょっとこっから逃げ続かもやめて。決まったんですが、差し返すは3号艇若吉です。ラッシュは4番5番6番です。第6レースでございます。認知高いな。長谷川選手が3号で出ていらっしゃいます。3-1、3-1。
ッチマーク、しかし1号艇野村が先制するか、来て、サムディマーク、出してきた、はい、来た、はい、来た、最初来た、最初来て、もう最初でいいよ、最初、23点出ればいいか、2号艇からまた帰ってくるな、最初、23点出ればいい、5号艇も控えていらっしゃいます、怖い、最初に79点始まり、一発プラッシュしかくて、最初に、さあ来た、ほら来た、来たよ、もう来たよ。もう大丈夫、最長確定、最長確定しました、最長確定しました、なので23点出ばいです、大丈夫です、大丈夫、後半戦でプラスまで持っていく、もう大丈夫で、争わないでいいよ、ね、争わないでいいって、まあね、マジかよ、大丈夫だよ、絶対入った、まだ半分にも満たないね、ちょっと大丈夫、頑張れ、ちょっと1号艇大丈夫だよ、大丈夫だよ、ねえ、なんでな、はい、来た、あとは5号艇浅見、2号艇長谷川、6号艇坂野の順、2、3番手は定間2停身ほどで、これからラストマークです、マジかよ、3、4、まあ、28.2 倍か、2番手も4号艇大峰が V 余って優勢、宇宙スク1号艇野村が3番手、終わった、さあ後半戦です、出ますよ、これは出ますよ、これは来たら満州、これはもうどこが来てもプラッシュ仕掛けてします、一発で、木村がトップスタートを切りました、うわ、5号艇が来る、これ5号艇が絡んでくる、振り込んだ2号艇村田、あるいはうち6号艇金子、3号艇渡辺が続く、逃げる1号艇木村亮太が先頭、2番手らしいは外5号艇重野、内から6号艇金子が迫ってくるが、人気のところ5号艇重野が優勢も、6号艇2着来たら高い、接近スタートは正常です、今2番手6号艇金子を回し、うわこれ高そう、6号艇来ちゃう、6号艇来そう、165は高い、156は安い、でも第8レースじゃないですか、大丈夫、来ますから、もう絶対来ますから、もう絶対来ますから、スタートしました、2コースから5コースまで4点が揃ったサード、21は人気のところ、3、1か4、1がいい、あ、これ来たかもしれない、来た、さした3号艇横田シゲルが先頭、2番手4号艇平田朝が判断て、内側からはこれ高い、相当1号艇山崎、これ高い、山下が続く、3、4は高いっすよ、ちょっと今く3号艇横田、マジかいや、3番手6号艇山下回して切り込んでくる、5号艇ターマ、3番手5号艇ターマが現在3停止のリード、うわこれ高い、1号艇山崎が続く、上位3停止、500倍台、これ500倍台、1マーカー3号艇横田茂が先頭、2番手4号艇平田が旋回、3番手から5号艇田山が続く、まあじゃあ上げる、号艇3番ダッシュはね、大丈夫です、絶対大丈夫、一発でいけますから、一発でまくれますから、大丈夫よ、そろそろ出ますよ、もう坊主はやめてよ、坊主だけやだよ、マジでやだよ、はい、まくりに行った、3号艇まくりに行った、213、513、5号艇太郎、内側から6号艇下の4号艇深澤が続く、逃げる1号艇長島真希が先頭、2番手らしいは内側から2号艇角山、無理、3号艇木村が並んで、坊主だけは無理、5号艇太郎が接近、スタートは正常です、2マーク2番手2号艇角山が先丸、握ってたのは3号艇木村、切り込んだ5号艇太郎、6号艇下の現在2番手は3号艇木村、3番ダッシュは4番5番6番です、ここから来ますよ、第10レース以降1本来ますよ、どでかいですよ、もう超どでかいですよ、誰が仕掛けますか、3号艇がまくっていく、2号艇すらも外からいく、はい、41に来たやばい、うわっ、あっちゃわない、引っかかってしまった、転覆です、4号艇鶴本、なおスタートは正常です、1号艇大峰が先頭です、2番手2号艇浅見、3番手らすいは6号艇小森が優勢か、内側から5号艇元が接近です、もう11レースです、お願いします、坊主だけはやだ、坊主だけはやですよ、ねえ、1号艇ちょっと出てる、2
に一発に一発3号艇まくり出してきた。4号艇も内側から突き刺してきた。5号艇野村、内側から4号艇高橋が続く。逃げる1号艇佐藤寛勇気が先頭。2番ターン2号艇滋賀野がわずかに前か。内側から一定審判差4号艇高橋、外から3号艇森野が続く。スタートは正常です。2番機1号艇佐藤寛、2号艇滋賀野がクリア。3番2番出しラスト第12レース優勝戦、もう逃げだ。はい、3-1来た、もう来て、もう逃げた。もう5号艇石塚、そして6号艇木下、内側から2号艇大橋が続く。まくった3号艇秋山博和が先頭。2番手6号艇木下が打ち、外から5号艇石塚が並走。この内側から2号艇大橋、後方1号艇松村、4号艇西島。スタートは正常です。2番区3号艇秋山クリア、握ってくる5号艇石川雄介2番手が、このうち6号艇木下陽介が接近です。4番手から2号艇お蔵入りだ。はーい、もう切るはショック、やっちまいましたね坊主会。最終日良くなかったかな。これ唐津初日とかの方が良かったかな。今度はそっちでチャレンジしようと思います。もう寝ます、眠ります、ね、寝て忘れます。では今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。